の気候たち、私たちが戻るのを阻止してるの？とりあえず倒しましょう。しばらくは出てこないみたい。早く隠れ家に戻ろう。ドアまでこじ開けられています。乱暴ですね。出てくる前に貴重品を全部持ってきてよかったです。バルキリーの規則、緊急発信機、そして私の携帯。やっぱりここも奪い尽くされちゃったんだね。スーサナさん、臨時交番が貸してくれた場所って言ってたけど、ここは本来どんな目的で使われてたの？ここはもともと長空警察署の鑑定室だったんです。長空市の崩壊の後に廃棄されたそうで、私の生物証拠分析機もここから持ち出したものです。そういえば、あ、遺伝子情報を保存してるデータベースも破壊されてる可能性があります。確認してきますね。分かった。その間、私はここを調べてみる。結局、無謀者はどうしてここを襲撃したんだろう。金品は荒らされてるけど、損失はないみたい。お金になりそうな設備も無事だし。お金が目的ってわけじゃないのかな。ん？これは一体。これはこれは義肢？ドアの横に転がってるから、無謀者のメンバーのものかな。スーサナさんの罠で。でもどうして義肢が？やっぱり。どうしたの、スーサナさん。隠れ家の裏の物置を確認してきましたが、データベースは壊され、サンプルと機材も全部奪われてました。残されてるのはこの手にある分析機だけです。これからはたとえ無謀者のメンバーの指紋や髪の毛を採取できたとしても、彼らの身分を確認することはできません。もしかしてこれが彼らの目的なんでしょうか。でも、もしそうだったら。あ、クーちゃん、おかえり。ただいま。倉庫を占拠してた泥棒は警察に連れてってもらったよ。その時にこっちの戦いも終わったって聞いて、ゼイレお姉ちゃんたちと合流しに来たの。どうだった、ゼイレお姉ちゃん。無謀者のメンバーを捕まえることはできた？逃げられちゃった。っていうより、彼らは最初からここに残って私たちと戦う気なんてなかったのかも。つまり強盗をしにここに来たのかな。そういえば。やっぱりダメですか。手がかりはこれしかありません。現場に残された私たちのもの以外の指紋や髪の毛は今回も見つけられませんでしたね。見つけても確認しづらいですが、何の手がかりも残さないなんて、これが無謀者のやり方なんでしょうか。でも彼らが残した義肢を見つけたし、行方がつかめない化け物とかじゃないと思うよ。怪我もするし。そうだね。長空市に入った時もさっきの無謀者との戦いでも特に強いプレッシャーは感じなかった。はあ、それは単にゼーレさんが強いからでしょ。強さだけの感想じゃないよ。彼らの行動はなんだか思ってたより緻密じゃないみたい。むしろ狙える弱点も多かったくらいだし。それなのにどうして彼らの具体的な行方や正体を特定できないんだろう。でもゼーレお姉ちゃん、少なくとも今は進捗なしってわけじゃないと思うよ。あの倉庫の人が取調室で白状したんだって。あの人はここ数ヶ月の間、大崩壊後の製薬会社や工場から医療機器とかを盗んで闇市に流そうとしてたらしいの。もともと詳しかったのもあるけど、そんな自分の経歴を抜きにしても、大崩壊が終わったばかりの今、医薬品は必需品になる。そう考えて医薬品を選んだんだって。他人の不幸からビジネスチャンスを見出す人って本当にいるんですね。獲物を捕食して栄養を吸収するのは動物の本能。昔先生がそう教えてくれたよ。でも先生はこうも言ってた。私たちは動物であり人間でもある。そう言えるのは本能だけじゃなくて人間性もあるからなんだって。この子の先生ってすごく教え上手みたい。でも私の記憶では。とにかくあの人の証言があれば盗品の行方も簡単に調べられるよ。これからは警察も芋づる式にいろいろ暴きたいって言ってた。でもこの前の襲撃事件で強奪された盗品はまだ無謀者のところにあるんですよね。まさに猫に鰹節みたいです。盗品、何か引っかかるような。得られた情報はお互いに関連性があるように感じたけど、確かな結論にたどり着けてない。こんな時はどうすればいいのかな。みんながよく言ってるように思考の盲点を見つけるか、視点を変えるか。今の私なら一人でもちゃんとできる。敵との戦いも対策も自分なりの答えを出せるはずだよ。クーちゃん、スーサナさん、私分かったの。実は私たちはものすごく無謀者の正体に近づいてるんだと思う。本当ですか？うん。スーサナさん、無謀者が初めて長空市に現れた時の場所ってどこだったかまだ覚えてる？確か廃棄されたとある化学工場を襲撃したんですよね。そう、実はその時から彼らの襲撃のターゲットには共通点があるの。それは襲撃のターゲットになった場所はどれも医療技術と関係があるの。化学工場は製薬会社と関係あるよね。昨日襲撃された倉庫も盗まれた医療用品を保管する場所だったし、住宅街で出会ったあの酔っ払いさんも薬局の人だった。さっき隠れ家が荒らされたのは、多分彼らの目的はデータベースというよりサンプルと機材にあったんじゃないかな。そうだったんですか？てっきり自分の正体を隠すためにわざわざデータベースを破壊したのかと思ってました。指紋や髪の毛を採取されてなかったらわざわざデータベースを破壊する必要なんてないよね。そもそも私たちの隠れ家がどこにあるのかもわからないと思う。つまり無謀者の目的もあの倉庫の主と同じってことですか？彼らも医療用品の横流しをして闇市で儲けようと。そんな簡単な話じゃなくて、多分彼らはヨルムンガンドと関係があるんだと思う。ヨルムンガンドが滅んだ今でもあれほどの気候を駆使して戦えてるし、それに無謀者は金銭面で悩んでるようには見えないしね。あと警察たちは今でも盗品を一切見つけられていないでしょ。市場で流通してる物品はたとえ闇市でも痕跡を残すはずだよ。精霊お姉ちゃんは無謀者が盗品を自分の手元に残してるって言いたいの？でもどうしてそんなに大量の医療機器が必要なのかな。多くのメンバーが病気になったというわけでもないでしょうし。ううん、無謀者のメンバーたちは病気にはかからないと思う。つまり無謀者の正体はヨルムンガンドの気候を持ってるけど、それだけじゃ説明できない。ヨルムンガンド、つまり無謀者の正体は、この前調査した時にいくつかの違和感に気づいたの。無謀者の顔を見た人はいない。それに彼らは指紋や体液、髪の毛も残していないでしょ。でも行動する時のやり方は慎重じゃない。子供に目撃されたり駆けつけた私たちと戦う可能性もあるくらいに、その行動の矛盾から考えると綿密な計画を立てられるのに、それを細やかに実行する能力を持ってない人みたい。頭は切れるけど体が連動してないから複雑な動きができない。それが無謀者なんじゃないかな。まるでつまずきながら前へと進む操り人形のような。つまり無謀者が生物学的な証拠を残さず顔も目撃されていないのは、秘密裏に行動してるからじゃなくて、目撃されることも生物学的な証拠を残すこともできないんだと思う。それってまさか。うん、もう一つの証拠は現場で見つけたこの義肢だよ。これの持ち主はおそらく一部が義肢ってわけじゃなくて、全身が同じ構造をしてるんじゃないかな。無謀者は中途半端な人造人間の集団なんだと思う。だからマントの下を見た人もぼやけているように感じたの。大人は自分の目を信じられず、相手の顔をはっきり確認できなかったと思い込んだ。子供は事実をそのまま言ったけど、誰も信じてくれなかった。そして、彼らはそもそも正体を隠すためにマントを着てるのかなって考えた。マネキンに人間の服を着せたら、みんなはそれを無意識に同類だと思い込んじゃうでしょ？ということは、無謀者は医療機器の強奪を目的とする人造人間の組織なんですか？おかしいですね。彼らの目的は？人造人間にも医療機器が必要なんですか？彼らの目的はわからない。でも少なくともターゲットが分かったから次の行動を予測できるよね。ううん、予測じゃない。これからは彼らの行動をコントロールするの。やっぱり無謀者の奇行です。偽の情報を流してみたけど本当に効果があったんだね。ゼーレお姉ちゃん、みんなはもう外の指定場所に移動済みだよ。街全体はセミの抜け殻みたいになってる。でもできるだけ建物に大きな被害を出さないように気をつけてね。安心して、気をつけるよ。ありがとうクーちゃん。行こうスーサナさん。気候を囲めたし、これからは私たちの出番だよ。はい。ゼーレさんの予測通りです。この機構たちには操縦者がいません。設定されたプログラムで動作しているだけです。でも人造人間の痕跡はまだ見つかってない。ありました。これが無謀者のリーダーの運送車ですよね。やっぱりあの子の言った通りだね。バックミラーが壊されてる。警察たちも言ってましたね。今日隠れ家を襲ったチームの中にもバックミラーが壊された車両があったって。隠れ家の仇を取らせてもらいます。本当に優しいアドバイスだな、お嬢さん。この声、彼は。悪いが聞き入れるわけにはいかない。体の損傷など私にとっては大したことではないし、おとなしく捕まるのも性に合わないんだ。私は誰にも束縛されたりしない。自由まであと一歩のところまで来ているのだから。どうしましょうゼーレさん。倉庫に突入しよう。無謀者のリーダーが消えてますね。ついさっきまで私たちと会話してたのに。そんな、倉庫に他の出入り口がないこと朝にちゃんと確認したのに、どうやって逃げ出したんでしょう。ハイヘビ。でもどうしてあれは本当に彼らだったの？上空市に？まさかまだヨルムンガンドのために動いてる人がいるの？それとも。大丈夫ですかゼーレさん。大丈夫。相手は逃げちゃったし、もうどうしようもないよね。もしかしたら今回の件には複雑な背景があるのかも。すぐ天命本部に報告しないと。ええ、そうですね。すでにある程度の情報を集めましたし、これで博士たちも分析し役立つ情報を入手できるでしょう。そうだ、クーちゃんにも連絡しなきゃね。スーサナさん、今晩泊まるところを探さないと。そうですね、隠れ家は隙間風が入ってきますし、クーちゃん頼りにしてますよ。あ、新しい場所を思いついたよ。ここから遠くないし、2人のお姉ちゃんのことを歓迎してくれると思うの。クーちゃん、あれ、まさか通話を切ってなかったんですか？うん、さっきの声全部聞こえてたよ。私はハイヘビおじさんと一緒にいた時間はゼーレお姉ちゃんより私の方が長かったと思う。あの声、聞き覚えはあるけど、昔とどこか違うような感情があった。とりあえずまずは合流しよう。さっきも言った通り、喜んで案内してあげる。あの新しい場所へ、新しくできたキオラハウス極東支部へ。キオラハウス、私の記憶が正しければあそこはキオラ基金会の孤児院ですよね。この間店名の掲示板で人気のトピックを読みましたが、キオラ基金会の創立者は実は伝説の殺し屋らしいと書いてありました。冷酷非情でひそやかに行動し、そのネットワークは北半球を網羅してる。現地の政府にも尊重されてて、独眼の主というコードネームまで持っているとか。独眼の主は無数の悪事を働きましたが、その命が終わる前に子供の頃の夢を叶えるために生涯の貯金を全部寄付したとも書かれてありましたね。まさかクーちゃんがあそこの子供だったなんて思いもしませんでした。スーサナお姉ちゃん、今の話がよくわからなかったんだけど、この世界には別の人がいて、その人もキオラハウスを作ったの？え？今から行く場所は先生が出資して建てた最初のキオラハウスなの。先生のコードネームも独眼の主みたいな変なのじゃなくて、渡りガラスっていうんだ。そういえば先生がいなければゼーレお姉ちゃんと出会えなかった可能性があるよね。確かに彼女は素敵な先生だよね。彼女がいなかったらクーちゃんとの不思議な冒険もなかったのかもしれない。やっぱりネットは信用できません。すみませんクーちゃん、あなたの前で変な話をたくさんしてしまいまして大丈夫だよ。許されないことをたくさんしてきたのは確かだし、他人の評価なんて気にしない。大切なのは私たちだけだって先生が言ってたから。あなたたちに全部教えたの？先生は私だけに話してくれたんだ。みんなが何度聞いても一度も答えてくれなかった質問の答えを、先生の過去とか今何をしてるのかとか、自分はどんな人なのかとか。その時先生は話し終えた後にずっと押し黙って、鼻に触ったり髪の毛をいじったり部屋をぐるぐる歩き回ったりしてた。先生は話したいことがたくさんあるみたいだったけど、実際はちょっとしか喋らなかった。あんなに緊張した先生は見たことなかったな。多分その過去のせいで私たちに嫌われるのが怖かったんだと思う。私には先生の言ってたこともどうしてそんな風になったのかもわからなかった。多分私がまだ大人じゃないからだと思う。でも私たち自身を除いてこの世で一番私たちを愛してくれてるのは先生なんだってことは知ってる。だから私も先生のように一人前になって周りの人を助けながら未来への道をゆっくりと探したいの。どうやらそれが私たちの特別ガイドの行動宣言のようですね。あなたがいるおかげで私たちの任務はいつもよりずっと順調に進んでいますよ。あ、本当に？私、頑張るから私たちも頑張りますよ。そういえばこれからクーちゃんの先生に会えるってことですよね。私たちの目的地は彼女が経営している孤児院なんですから。私もそうなればいいなって思ってるけど、キヨラハウスを建てた後、保釈の条件としてあるお仕事をしなきゃって言って、先生は調空市を離れたんだ。いつ帰ってくるかは言わなかったの？それについては私と先生だけの秘密なの。みんなこっちだよ。地面に置かれてるものに気をつけて。ありがとうございます。つまずくところでした。でもクーちゃんはすごいですね。ここも地図には表示されてない小道ですけど、ちゃんと目的地まで案内してくれましたし、長空市に潜入したばかりの頃は武装した犯罪者が出てくるような気がして、どこを歩いても警戒する必要がありました。ハイヘビおじさんがマークトを改造してくれたおかげだよ。じゃなきゃ長空市で単独行動をするなんて怖くてできないもん。単独行動？クーちゃん、まさか。うん。ずっとキオラハウスにいたわけじゃないよ。前回帰ったのは2週間前だったんだ。2週間前？長空市の状況は良くないし、先生もいないから。私は年上として自分の責任を担わないといけないの。心配しないで、ゼーレお姉ちゃん。自分のことはちゃんと守れるから。そうは言っても、もしものことが。とにかく急ごう。じゃないとキオラハウスの門限に間に合わないよ。今回の事件はできるだけ早く解決しないと。鳥たちの小さな巣をみんなが帰れる家にしたい。それこそが先生の願いで、先生が行動する理由だから。昔大崩壊のせいで沈没したキオラの島は、今度戻ったら形にするための新しい案を考えられるはずって先生が言ってた。だって人間はもう崩壊に勝ったんだもん。クーちゃんの言う通りだね。ゼーレが笑いをこらえてるけど、もしかして私たちに気づいたのかしら。だから言ったじゃない、みんなが入ってきてから姿を見せようって。今はサプライズというより盗み聞きしてるみたいだよ。うーん、じゃあ早く出ていきましょう。それに子供たちに押されてもう息ができないわ。久しぶり、ゼーレ。ロザリア、リリア、どうしてここに？だって私たちは先生を笑顔にする子供たちなんだもの。ここ以外にもっとふさわしい場所なんてある？バカロザリア、逆だよ。私たちの方が先生でしょ。キオラ基金会の孤児院を巡って授業をしてる巡回教師。巡回教師なんだけど。なるほど、わかったよ。そろそろ遅い時間ですし、子供たちを部屋に連れて行きますね。皆さんはごゆっくり、積もる話もあるでしょうし。スーサナお姉ちゃん、私も一緒に行くね。この子たちともしばらく会ってなかったから。はい、クーちゃんがいてくれればどんなことがあっても安心できますから。それじゃあお願い。ただ今晩中に調べた情報を博士たちに報告しないといけないことを忘れないでね。安心してください、忘れていませんから。後でそちらに行きますね。はぁ、やっぱり静かなところの方が性に合うよ。リリア、それは危ない発言よ。巡回教師が口にしていいことじゃないわ。それに我々ウォッカガールズはもうすぐデビューするんだから。デビューしてからさっきの発言を掘り起こされたら大変よ。デビュー？ロザリアがまたバカなことを言ってる。もうすぐデビューするんじゃなくて、デビューする準備ができてるってだけだよ。声楽、ダンス、教養の授業を巡回中も受けてるし、毎日ちゃんと宿題もやってるの。それにどうしたら世界一のアイドルになれるかについてってし。リリア、そのことは内緒にするってテレサちゃんと約束したじゃない。とにかくロザリアと一緒にコンテストに申し込んだんだ。あと数ヶ月でテレビに映る私たちを見られるはずだよ。わあ、その時は必ず友達全員に票を入れてもらうね。でも孤児院の子供たちの世話をしながら授業を受けるなんて大変じゃない？正直に言うとちょっと疲れちゃったわ。でも今はみんなも何かのために頑張ってるんでしょ？クーちゃんもそうだし、スーサナもゼーレも。だからもし昔と同じようにアイドルになることをごっこ遊びみたいに嘘吹いて何の努力もしなかったら、最も快適な姿勢で机に伏せ、窓の外に顔を向ける。机の木の香りを嗅ぐとぼんやりとした朗読の声が耳に届く。平穏な空気に身と心を浸し、私はすぐ目を閉じた。授業中、私は一度も寝返りを打たず、口から垂れたよだれが教科書を濡らしたことにさえ気づいていなかった。終わりのチャイムが鳴り響き、眩しい日の光を感じて、私はふと気づく。このままだと、怠け者と同じじゃない？ロザリア。やっぱりゼーレも同じ顔をするんだね。だからあの日の夜、ロザリアは私を連れてテレサちゃんのところに行ったの。怠け者になりたくないって話だけど、他に理由はあるのかしら？ちゃんとした理由があるなら答えてあげてもいいわよ。もちろんあるわ。例えば毎日ケーキの上にあるさくらんぼを食べたい、ずっと憧れてた夢を叶えたいとか、みんなを笑顔にしたいとか、そしてこの前夢で聞いた話のためとか。バカロザリア、あの時は起きてたでしょ。みんなの中にはもちろん月で仕事をしてるキアナお姉さんも含まれてるよ。テレビをつけて私たちと応援団のあなたたちを見たらきっと喜んでくれるはず。そうよ、それってさっきの言葉ってウォッカガールズのコンテストの参加宣言にぴったりじゃない？ちょっとリリア、もう一度言ってちょうだい。メモっておかないと。カメラの前でそんなことを言うなんて恥ずかしくないの？少なくとも2人はもうみんなを笑顔にさせてると思うよ。ゼーレに褒められたらちょっと恥ずかしくなってきちゃったわ。ロザリアのテレポイントって独特すぎるよ。リリア、いつもならもう寝てる時間じゃないの？ああ、心配しないで。今晩の再会のためにリリアは今朝寝坊をしたのよ。クーちゃんにも内緒にしてって言ってたのはゼーレを驚かせるためだったの。はぁ、うん、今は全然眠くないよ。でもリリア、私ちょっと眠くなってきちゃった。え、もう眠いの？そうね、お母様の施設にいた頃、ゼーレは毎晩ブローニャと遅くまで話をしていたもの。一度お母様に捕まったことも覚えてるよ。キッチンでつまみ食いをしたロザリアと一緒に説教されてたよね。あ、他にも一度あったっけ、ゼーレとブローニャが。今はあの時と違うよ。今日は一日中外で歩き回ったし、明日も犯人を追わなきゃいけないから。そういえば二人も巡回の時はもっと気をつけてね。私はもう休むから。ロザリア、リリア、おやすみ。まだゼーレに寮の場所を教えてないわよね。大丈夫だよ。ゼーレは頭がいいから、きっと。は寝ちゃったわ。私はお姉ちゃんだから、さっきの説教の話は見逃してあげるわね。おやすみ、リリア。本当にあの二人は、つい何も聞かずに慌てて飛び出してきちゃった。スーサナさんとクーちゃんはまだ子供たちの世話をしてるよね。まずはあっちのスタッフに聞いてみよう。こんばんは。寮への行き方を教えてもらってもいいですか？噴水の後ろにある鉄の扉を見ましたか？そこで顔認証をして扉が開いたら寮に入れますよ。でも今顔認証システムはメンテナンス中なので、あと15分程度で終わると思います。お急ぎでしたらクラレンスに催促してみましょうか？大丈夫です。適当に歩き回って待ってますね。クラレンス？そういえば月にいた時。でも同じ名前の別の人かもしれないし。こんばんは。あなたはロザリアたちが言ってたここに泊まっていく子でしょう。はい、ご迷惑をおかけします。そんなことないわ。ここの子はみんなあの姉妹が大好きだし、そのお客さんならもちろん大歓迎よ。なんだか心配事があるみたい。どうかされましたか？ううん、大したことじゃないわ。ただ、もうすぐ寝る時間なのに見つからない子供が一人いるの。それは心配しないで、よくあることだし。子供たちはまだ遊びたい年頃だもの。さっきまでここでかくれんぼをしてたから、きっとまだ見つかっていないのね。じゃあ一緒に探します。私もちょうど顔認証システムのメンテナンスが終わるのを待ってたところですから。それじゃあお願いするわ。私はこの辺りで探してるから、もしあの子を見つけたらここに連れてきて。わかりました。今すぐ行ってきます。あの子かな？先生が探してた子供って。じゃあ、先に挨拶をしに行こう。驚かせないように。またこの、ひび？なんだか変な感じがする。私は一体…ここはどこ？キオラハウス…違う、意識…集中できない。あの子を見つけないと。あの子だ。ここにいちゃダメだよ。ついてきて。早く先生のところに戻ろう。このモンスターたちは。ほら、私の後ろに隠れてて。必ずあなたをここから救い出すから。救い出す。ゼーレさん、もしもし、聞こえてますか？スーサナさん、私は今…様子がおかしかったんです。立ったままぼーっとしてて、何度呼んでも答えてくれなくて。あ、わかりました。眠いですよね。当然です。今日はずっと任務で忙しかったから、私も疲れましたよ。もう倒れそうです。はあ、さっきはそうだったけど、今はある先生のお手伝いでまだ戻ってない子供を探してたの。隅っこにいた子供のことですか？彼女ならもう帰りましたよ。ゼーレさんがぼーっとしてる間に。そうだったんだ。でもさっきの光景は一体…まさか疲れすぎて幻覚でも見てたのかな。そこまで疲弊してはいなかったはず。でも真実がわかるまで心配させないようにスーサナさんには黙っておこう。確かにそろそろ休憩した方がいいけど、まずは博士たちに連絡しないと。はい、私もちょうど子供たちと話し終わったところです。あそこが寮の入り口ですよ。担当者が私たちの部屋を用意してくれましたし、そこで報告しましょう。今は扉の顔認証システムのメンテナンスをしてるんだって。あと10分くらいで終わるはずだよ。なるほど。でしたらこの10分間を利用して面白いお話でもしましょう。子供たちとおしゃべりをしてたらとんでもない話をいっぱい聞けました。例えばある男の子が大人よりも背が高い気候を作ったんですって。その気候は変形するし、話すこともできるそうですよ。男の子がいなくても、その子は自主的にパトロールをしたり、子供たちに物語を聞かせたり、一緒に遊んだり、宿題を見てあげたりしてるらしくて。さっきの人が言ってたクラレンスって、まさか。驚きました？まだまだありますよ。自分の秘密基地から戻ってきた彼は、気候を操縦して材料を集めて、ライフルを作って特戦隊員の学校に志願するって言ってたんです。私が彼くらいの年の頃なんて、一人で横断歩道を渡ることすらできませんでしたよ。そんな年で自分の夢と未来を決めるだなんて、本当にかっこいいですよね。うん、そうだね。それにテレサ学園長は予備学科を作るつもりでいるから、ちょうどいいと思う。その男の子は最初の生徒になるかもしれないね。でも学校の先生は気候での登校なんて認めないと思いますよ。私は見てみたいですけど。登校だけならまだ良かったんだけどね。だっておしゃべりができるあの気候のおじさんは頑張って子供たちの願いを叶えてくれるんだもん。もうこんな時間。でも今日が充実してたってことだよね。博士たち集めた情報から役に立つ手がかりを分析できるかな。そうだといいんだけど。まだ寝てないよね。もしもし。聞こえていますよ、ゼーレ。ブロニャお姉ちゃん、邪魔しちゃったりしてないよね。大丈夫ですよ。むしろゼーレからの電話のおかげで2時間も座りっぱなしだったことに気づきました。まあ、そろそろ気分転換しましょう。重曹ウサギ、こちらの検索もお願いします。あブローニャお姉ちゃんたら重曹ウサギは私が借りていったことを忘れたの？仕方ありません。どうやら雑用も自分でやらなければいけないようですね。ブローニャお姉ちゃん、このままだと重曹ウサギが抗議しちゃうよ。そういえば、いつ返してくれるんですか？さっき重曹ウサギに何て言われたか分かってる？もうしばらく返してほしくないんだって。このまま無駄にこき使われたら壊れちゃうって言ってたよ。でもアラハトはネゲンプロの最も出来のいい作品の一つですから、派生ゲームが原作のように面白くないと多くのファンをがっかりさせてしまいます。それに長い間この作品は私の人生にあった多くの特別な瞬間を見守ってくれました。ですから外部の要因よりも自分をがっかりさせたくないんです。ブロニャお姉ちゃん、なんだか自分にプレッシャーをかけすぎてない？え？好きだから他人の評価が気になる。何より昔の自分の気持ちを裏切りたくない。そんなブロニャお姉ちゃんの考えは間違ってないけど、一つのことを気にしすぎると逆に初心を忘れて前に進めなくなる呪いにかかっちゃうよ。だって昔もそうだったもん。孤児院でショーをやる1週間前に私は繰り返し自分に言い聞かせたんだ。ゼーレ、緊張しないでって。でも結局ゼーレは舞台にすら上がってないのに転んでしまって、手に持っていた2つの髪の剣が私の髪の毛に刺さりましたね。ブローニャお姉ちゃん、そこまではっきり覚えてなくてもいいのに。はい、もう言いません。ゼーレの言うことを聞きましょう。評価のことはあまり考えないようにしますね。それでゼーレの方は今日は調空市にいたんですよね。順調に過ごせましたか？スーサナさんもクーちゃんもいたから調査は思ってたより進んだよ。任務が終われば私も天命の臨時戦闘員から本当のバルキリーになれるんだって。どうやら対崩壊小隊に加わるつもりのようですね。あ、それともデュランダルさんはゼーレに不朽なる刃に加わってほしいと言ってましたか？詳しいことについてはよくわからないけど、でも私はブローニャお姉ちゃんみたいに一人前になりたいって思ってる。ゼーレはニューアトラにいた時からすごいことをたくさんしていますよ。あなたの成長はみんなの目に映っていますから。ううん、まだブローニャお姉ちゃんたちのように大人じゃないし、戦いになれるだけじゃバルキリーっていう名前にふさわしくないから。細部を把握し戦略を立てる、それが私が学ばなくちゃいけないこと。そして今回の任務でちゃんと頑張りたいところでもあるの。ブローニャお姉ちゃん、まだ覚えてる？成婚計画の精神のアダムで私はテレサ学園長と一緒に多くの夢を見た。ある人は苦しみながら生きて現実に無関心になってた。なのに偽りの夢の中でも自分を苦しめてた。ある人は病にかかって白髪になってた。彼らにとっては夢は命が残してくれた最後のキャンディーだったんだと思う。でも来た目的を説明して夢から離れなきゃって説得しようとした時、むしろ後者の人の方が揺るぎない意志で応えてくれた。そんなお年寄りたちの勇気は無視の精神から来たものなんかじゃないって私は思うの。似たような苦しみを味わったからこそ、彼らは若い人たちに周りの美しさに気づいてほしいって考えたんじゃないかな。だってトゲがあるからってバラそのものを否定して花園から離れるなんてとても残念なことだから、彼らは同じ信念を持つキアナと一緒に世界で一番大きなトゲを取り除いてくれた。残りは私たちが背負うべきだよ。ゼーレはすごいですね、そんなことを言えるなんて。多分この間断りの律者講座を聞きすぎたからかな。そんなことはないと思いますが。そういえばゼーレ、今の予備隊員には姫子先生のような専門的な教師がいるんですよね。もちろん必要であれば私もチームに加わりますがみんなで肩を並べて戦える日を楽しみにしてるね。先生に関してはふさわしい人がいるってテレサ学園長が言ってたよ。デュランダルさんやリタさん、メイさんも。あ、もちろん休暇以外の時だけど。メイ姉さんですか？確かにメイ姉さんは教え上手ですが、その相手は今のところサボり癖のある誰かさんだけです。ゼーレのような真面目な子に教えるのは難しいかもしれませんね。そうなの？今回の任務をちゃんと真面目にこなしてメイさんを驚かせようと思ってたのに。そんな風に考えてるなら覚悟した方がいいですよ。え？何しろルランダルさんの実の妹だとキアナが告白した時ですら、メイ姉さんは驚きませんでしたから。ちょっと眉を動かした程度でしたね。きっとキアナが突然街に現れてバカみたいに笑って挨拶するくらいのことがなければ彼女は驚かないでしょう。でもメイ姉さんを驚かせることはできなくても、今のゼーレは私の誇りですよ。きっとゼーレから何か特別なことを学んでほしかったから、学園長はデュランダルさんたちの指導を受けるようにとあなたに言ったんでしょう。あ、うん、私これからも頑張るよ。あ、私のことばかりでごめんね。ブローニャお姉ちゃんは最近何をしてるの？私はベルトさんがアラハトの企画書を私に任せてくれたんです。昔のスタジオの資料もたくさん渡されました。原画集、設定集、制作者のラフからアラハトシリーズのグッズセットまで、企画書に役立ちそうなものは全部私の席の近くまで運んでもらいました。最初はきちんと研究して新しいゲームのヒントを得ようとしたんですが、シリーズの大ファンだからか完全にクリエイターの視点へと切り替えられずにいたんです。いつも楽しんでばかりで本来すべき仕事を忘れてしまってつまりブローニャお姉ちゃんが残業してる理由はそれ？まあでも将来の完成品については自信があります。それにゲームが発売された後なら続編もある程度形が固まってるでしょう。そこで続編の発表会も行えば2倍の注目を集められるはずです。あと続編に前作のネタを入れてみるっていうのはどうでしょう。そうしたら前作のユーザーの気を引くことができますし、今後の開発のための資金も確保できます。ねえうおしゃべりは終わった？まだ寝ないの？ブロニーお姉ちゃん、もう遅い時間だね。明日は他の用事があるから、今日はここまでにしよう。ええ、ゲームの話題になるとつい話しすぎてしまいます。明日も任務があるんですよね。早く休んでください。それじゃあ切るね。ええ、おやすみなさい、ゼーレ。おやすみ、ブローニャお姉ちゃん。ゼーレ、いる？ごめんね、今日はあんまり話しかけてなくて。ゼーレ、もう眠いの？だったら邪魔しないでおくね。眠いなんて勝手に決めつけないでちょうだい。あなたが元気ならもちろん付き合うわ。でも明日、スーサナやクーに寝坊したところを見られても私のせいじゃないわよ。ゼーレならきっと起こしてくれるって信じてるもん。それはどうかしら。もし彼女たちにあなたの寝言を聞かせてあげたいって言ったらどうする？例えば、ブローニャお姉ちゃんと一緒に海に行きたい。それと、パフェ大盛り6人分食べたい。そんなこと言ってない。全部聞こえてたわよ。あなたが寝てなかったら録音してあげたいくらい。待って、あなたが寝てるのになんでそうしなかったのかしら。私ってば、あれ、もし寝言を言ったのが本当のことだったら、つまりずっと私の寝顔を見てたの？そんなことないわ。あなたがずっと寝言を言ってるから、その一部が直接私の耳に入ってきちゃったのよ。今日私とブローニャお姉ちゃんがおしゃべりしてた時みたいに。そうよ、あなたたちが寝なくちゃいけない時間におしゃべりしてるから。長いし声も大きいし、このままだとノイローゼになっちゃうわ。ごめんゼーレ、これからは他の人とおしゃべりする時間を控えめにするね。あなたがちゃんと休めるように。でも寝言のことだけは私じゃどうにもできないから、この件が終わったら病院に行ってくるよ。お医者さんが出してくれる薬を飲めば。ちょっと何を言ってるの？昼間の名探偵のようなゼーレはどこへ行ったのよ。それともからかってるのがわからないの？別にそう頻繁に寝言を言ってるわけじゃないわ。月に1回か2回程度よ。あのおバカさんたちやお姉様とのおしゃべりも邪魔に思ってなんかいないし。ただあなたが疲れすぎてるから早く休んでほしいと思って、そんなことを言ったのよ。もうなんでこんな時に限っておバカさんなの？え、そうだったんだ。1ヶ月に1回か2回しか寝言を言ってないのにゼーレに聞こえてたってことは、つまり毎日。その話題どこが面白いの？さっさと飛ばして別の話をして早く寝ましょう。わかった。今日はいろんなことをしてたみたいね。昼間はあんまり気づいてなかったけど、今思えば確かにちょっとすごかったかも。そうよ、ニューアトラにいた頃と比べたらだいぶ進歩したじゃない。この任務が終わったら、もしくはメイと一緒にしばらく訓練したら、あなたが思い描いた理想通りの一人前の自分になれると思うわよ。ゼーレ、勝手に感動しないで。励ますために言ってるわけじゃないんだから。なんて言えばいいのかしら。細かい観察によって導き出した必然の結果よ。何はともあれ、あなたは今のままのペースでマイヤと進み続ければいいの。私もずっとあなたのことを見守ってるから。見守るだけじゃ足りない。あなたのアドバイスや助けも必要だよ。え？だって私がなりたかった一人前の自分はあなたのことなんだから。ゼーレ、何バカなことを言ってるの。さっきはブローニャお姉ちゃんみたいに一人前になりたいって言ってたくせに、ブローニャお姉ちゃんみたいに一人前になりたいと一人前の自分になりたいは矛盾してないはずだよね。へりくつを言わないでそんなことしてないよ。一人前の自分になればちゃんと自分を守れるから。そうしたらあなたが急に消えるんじゃないかっていう心配もなくなるし、ウサギみたいな強くて怖い敵にも一緒に立ち向かえるでしょ。ええ、とにかくあの変な女の話はやめて。あいつのことを考えるとムカついてくるわ。もう一度姿を見せたら。見せたら殴っちゃう？殴るかどうかは別として、私たちの力をちゃんと分からせてあげないと。うん、あなたの言う通りにするね。彼女に私たちの力を教えてあげなきゃ。バカなことを言うのはもうやめて。早く寝なさいそうだねこの子は一体成長したのかしてないのか、どっちなの？でももし本当にその日が来たら、まあいいわ。長年一緒にいるんだし、悲しくなるのも当然でしょ。おはよう、ゼーレ、スーサナ。長空市の現地時間は…ああ、早くに起こしてしまってすまない。でもその代わりに、とてもいい知らせを用意したのよ。大丈夫です。真のヴァルキリーは寝不足なんかに負けません。無謀者に関する情報を入手したんですか？そうだ。それにゼーレの予測も実証できた。もしかしてあの声は聞き間違いなんかじゃなかったわ。声の主はまさにヨルムンガンドの幹部、ハイヘビだったの。つまり彼は生き残った個体の一人よ。僕たちは君とスーサナが長空市で取得したサンプルと、特に無謀者が奪おうとした製薬会社の関連製品を分析した。義肢、電子義眼、人工器官、それぞれの製品の型番は記録にあるハイヘビの体と一致している。つまり長空市で大規模な襲撃を行った無謀者が集めた医療機器と製品を使えば、ハイヘビの新しい体を一つ作ることができるんだ。これは偶然なんかじゃない。でも、もしハイヘビが彼らの一員だとしたら、どうして手間をかけてまでもう一人のハイヘビを作り出そうとしてるんでしょう。もしかしたら元の体が欠損してて予備用の部品が必要とか。え、でもこんなに派手に動いてまで全身の部品を集める必要があるんでしょうか。もしすでに全身がボロボロなら襲撃にも参加できませんよ。確かにスーサナさんの言う通りだね。以前メイたちから報告された話によると、ハイヘビネットワークは自滅してるはずよ。でもだからこそ、そいつが全身の部品を集めなきゃいけない理由については、予備用って話より説得力のある仮説を立てられるの。さっき無謀者が奪取した医療用の擬態がハイヘビの体と一致していると言ったが、これはただ一つ目の共通点に過ぎない。その他にそれらの擬態にはトップレベルの技術が使われているという共通点がある。つまりリアルに限りなく近いんだ。リアルに近いですか？ああ、義肢や人工器官などのパーツをできるだけ人間が持つ本物に似せたものといった方が分かりやすいだろうね。もっと詳しく教えてあげる。そうね、例えるなら歩くためだけに作られたシンプルな義足は炭素繊維の管と足の代わりになる板をつなげたものよ。そういった義肢は使用者の四肢の能力をある程度回復させられるけど、炭素繊維の管は人間のふくらはぎじゃないし、板も本物の両足とは違うでしょ。見た目だけじゃないわ。義肢は本物の触覚を持たない。神経の間のシグナル伝達がないから、切断されたり壊されたりしても使用者は痛みを感じないの。あれ、それっていいことじゃないんですか？もちろん多くの手間を省けるし、コストも削減できる。だが最近ある需要が高まってきているんだ。多くの障害者は本物の体に近い義肢を望んでいる。本物の皮膚が欲しい。痛みと温度を感じたい。本物の血が流れていればいいのに。人間とそっくりな体が欲しいと彼らは望んでいるんだ。それがリアルに限りなく近いパーツなんですね。ああ、簡単に言えば機能だけではなく、見た目も使用者の感覚も本物の四肢や器官と似ている、ひいては全く同じもののことだ。無謀者のハイヘビはそういった擬態を探してるんですね。今まで彼らが奪ってきた製品はほとんどがそういうものよ。ああ、そういえば被害を受けた医療系の会社に新庄製薬って名前のところがあるでしょ。この会社は名前を聞けばわかると思うけど、悪名高い上条製薬と表に出せない関係があるのよ。そして大崩壊の前までずっと擬態を研究開発してきた大企業のうちの一つなの。つまり無謀者のハイヘビは人間にそっくりな見た目が欲しくて、そのために新庄製薬の関連組織を再び襲うつもりなんでしょうか？その可能性が高い。ハイヘビが必要とする擬態リストをまとめてみたところ、現段階ではまだ2つの部品が足りないようだ。それは新庄製薬でしか作れない。新庄製薬はセキュリティがしっかりしている大企業だ。無謀者の騒動が終わるまで価値の高い製品を再び無防備な環境に置くことはないだろう。おそらく最も妥当なやり方を選び、製品を本社の中心エリアに移動させるはずだ。ということは、無謀者の次のターゲットは新庄製薬の本社の可能性が高そうですね。そうよ。だから私たちは先に待ち伏せして、向こうがやってくるのを待ってればいいってわけ。わかりました。ではゼーレさんと一緒に直ちに新庄製薬の本社に向かいます。そこの担当者に目的を説明すれば待ち伏せを認めてくれるはずですよね。あんまり期待しない方がいいわよ。新庄製薬みたいなグレーな会社は外部の人間を懐に入れたがらないから、こっちが助けようとしててもね。だったらこっそり潜入するか強引な手段を取るしかないんですね。まあそういうこと。深夜まで働いた成果を無駄にしないでよ。行こう、スーサナさん。新庄製薬へ。はい、今度こそ無謀者を逃がしませんよ。ここが新庄製薬の本社ビル。はあ、こんなにたくさんの機構がうろついているなんて物々しい。これって本当に新庄製薬の警備用機構なのかな。え、よく見てみたらこれは無謀者が使ってた機構と同じタイプじゃないですか。まさか。急いで中に入ってみよう。やっぱり変な感じがする。武装機構しか見かけない。それにあの機構たち、タイプも装備もどう見ても無謀者の武装です。ここはすでに無謀者に占拠されちゃってるのかも。遅かったんでしょうか。まずいですね。もう擬態を手に入れて逃げてしまったのかもしれません。焦らないで。まだだと思う。そうじゃなきゃ機構たちを残して心情制約を完全包囲する必要なんてないよね。彼はこのビルのどこかにいるはずだよ。倉庫や研究室に行くまでの通路に彼が残していった痕跡がないか急いで探そう。はい。見てください。このエレベーターは地下研究所につながってると書いてあります。どうやら近づいてほしくない人がいるみたい。すごくわかりやすいね。邪魔するやつらを倒してハイヘビを追いかけましょう。これが新庄製薬の地下研究所。あっちの培養層に入ってるのはただの人工器官ですよね。待って、スーサナさん。私たちの他に誰かがいるみたい。気配を感じるの。誰？手を挙げなさい。これは一度だけの警告です。落ち着いて、スーサナさん。想定通りだね。ハイヘビだよ。セイルさん、どうして彼は黙ってるんですか？もしかしたら私たちが先に喋るのを待ってるのかもしれない。なら私から聞きます。ちょっと、そこにいるハイヘビ、私たちは長空市に派遣された天命の特別捜査隊です。あなたは近頃長空市で悪事を働いている無謀者のリーダーですね。否定しようとしても無駄です。あなたは現行犯ですから、直ちに抵抗をやめ、私たちと共に来なさい。ゼーレさん、全然反応がありませんが。まさか彼もプログラム通りに動く人造人間なの？じゃあもう少し近づいてみますか？うん、でも気をつけて。やはり機械の体でポップダンスを踊ってもそういったリアクションしか得られないか。ね、よく考えたら人造人間なんですから、頭部が外せても珍しくはありません。それにようやく喋る気になったんですね。すまない。今までの沈黙は傲慢や軽蔑ではなくパフォーマンスの一部だ。パフォーマンス？そうだ。わかりやすく言うと雰囲気作りさ。口を開かなければ私のミステリアスな雰囲気はどんどん強くなる。好奇心がそのミステリアスな誘惑に負けた時、君たちは自ら近づいてくる。その瞬間こそが今の技を披露する絶好のタイミングだ。どうだい？びっくりしただろう？ゼーレさん、そいつはとても変な人みたいです。変なのか？私が？いや、私はごく普通で一般的な人間だ。私の夢は普通で一般的な人間になることさ。小娘よ、一つ質問をさせてくれ。もし私が君のようなごく普通の人間だったら、先ほどのパフォーマンスに拍手を送ってくれただろうか？ごく普通の人間にはできませんよ、そんなこと。できるさ。4ヶ月前、北アメリカのあるオーディションで、マジシャン兼ダンサーが身体能力と服を利用して披露してみせたんだ。肩の上にあった彼の頭は腰に近い位置まで落ちた。正直に言うと、その瞬間を目にした時、私は言葉にできないほど感服したよ。私はすぐに真似し始めた。そして1時間も経たないうちに、彼よりも完璧に再現できるようになった。彼とは違い、私の頭は本当に落ちていたが、しかし誰も拍手してくれなかったんだ。君たちのような小娘を驚かせることしかできなかった。どうしてだろうか？あのダンサーは雷鳴のような拍手をもらっていたのに。その理由を探ってたどり着いたのは、人の肉体を持っているものこそが本物の人間という答えだった。本物の人間だけが意味と価値を持つ。食材をどれほどきれいに切ったとしても、誰も機械を褒めたりしない。しかし包丁さばきの技術が優れている料理人は人々に称賛され、芸術家と言われる。そういう例はまだまだある。乗り物がいくら速くても誰も敏捷だとは思わない。しかし 100m 競争の優勝者なら子供ですら名を知っている。何が言いたいんですか？それはすでに語った。本物の人間だけが意味と価値を持つ。意味と価値を手に入れたければ、本物の人間になるしかない。なるほど。自分のスペアにしたかったわけじゃなくて、本物の人間になりたかったから擬態を奪ったんですね。君はとても聡いな。天命の特別総裁。過去の私は君の名前を知っていたはずだが、1904の偉大な祝福を受けて、より人間らしくなった私は覚えていない。だが誕生した形を選ぶことはできないが、なりたい姿は選べる。うん。ハイヘビさん、夢を追う中で何かを忘れてませんか？窃盗、放火、強盗、危険武装の不法所持、公共財産の破壊、暴力行為。そんなに本物の人間になりたいなら、常識的な人間のように犯した罪を償ってください。残念ながら本物の人間になるまで、君たちの規則や制約に適応することはできない。あなた、ダブスタすぎません？道徳意識をうまく利用することも、時に人間が生きていくのに必要な武器の一つだ。というより、そうした方がより普通な人間になれると思わないか？私、気づきました。こいつの話は理にかなっているように聞こえますが、実は全部デタラメです。うん、もう彼を捕まえよう、スーサナさん。やっはっはっいしつこかったですね。彼はもう手持ちの分を使い切ったみたい。こんなに長く戦ったのに誰も助けに来ないなんて、あなたは本当に無謀者の中心メンバーなんですか？スーサナさん、多分そもそも他の無謀者のメンバーなんていないんだと思う。え？超空市に入ってから私たちが戦った相手は武装機構とロボットだけだった。彼以外に生きてる無謀者のメンバーは見かけてない。そして調査中に彼以外の無謀者メンバーの顔や見た目の目撃情報は何一つ入手できていないよね。それと無謀者の目的がハイヘビに必要な擬態を奪うことだったら、組織の中で彼の地位はかなり高いはず。でも彼は常に前線にいた。しかもたった一人で。それは確かに辻褄が合いませんね。だから無謀者っていうのは人々の目をごまかすための手段でしかないんだと思う。最初から無謀者はあなた一人だけの組織なんですよね。ということはメンバーが数百人いるという宣言も、あちこちに現れた機構も、トンネル封鎖とかも全部、うん、全部無謀者が実在するように見せるための偽装なの。最初から私たちの敵は目の前にいるこのハイヘビだけ、たった一人だけだったの。そういう巨大な組織をでっち上げれば、私を捜索しようとする人々の目をくらませて本当の目的を隠せると思っていたんだが、まさか鋭い洞察力を持つ観客の前で全ては拙い演技だったと思い知らされるとはな。あなたは一体どうしてそんなに人間の体にこだわってるんですか？君たちが私の名前を知っているなら、私がハイヘビがどういう存在なのかも知っているだろう。あなたたちはヨルムンガンドが作った人造人間で、正確には個体差があるけど同じ材質の体を持ち、ハイヘビネットワークで記憶や意識を共有してるんですよね。ああ、大体は合っている。しかし君たちが今まで接触もしくは聞いたことのあるハイヘビは完全体だろう？完全体？言い方を変えよう。性格、精神年齢、性別意識、好みはいろいろあれど、そのハイヘビたちは完全な人格を持っていた。そうだろう？まさかそうじゃないハイヘビもいるんですか？ははは。当然だ。君たちの前に一人いるだろう。というより私はそのうちの一人、欠陥品だった。全てのハイヘビに完全で確固たる人格が誕生するわけではない。劣勢製法のランダム性ゆえ、約3割のハイヘビは不完全な心しか持てず、ロボットのようになる。そんなことがあるんですか？知らなくて当然だ。私たちには自発的に行動する能力などほぼなく、外の世界と接触することもできない。それでもヨルムンガンドは私たちを諦めなかった。私たちは日の光すら見えない地下工房に収容され、ハイヘビネットワークを通じて記憶を吸収し、不完全な人格を最適化、あるいは修復していた。私たちはいつか完全体のハイヘビになれると聞いたが、皮肉なことにハイヘビネットワーク自体がなくなってしまったんですね。そうだ。完全体のハイヘビたちにとってそれは自由と解放を意味したが、私たちにとっては腹の中の胎児に栄養を与えるへその緒を切られたようなものだった。じゃああなたはどうやって生き残って完全な人格を手に入れたんですか？少し運が良かっただけだ。目覚めた時に、私が目にした光景は、地獄と大して変わらなかった。周りにあったのはよく知っている体。私と同じ手足、同じ仮面、同じ目を持っていた。すぐに何があったのかを理解した。ネットワークはもう存在しない。周りにいる同胞たちは目覚めるチャンスを永遠に失ったのだと。そうだ。私はただ運よく、ネットワークが消える前に完全な意識を手にしただけなのだ。生気のない彼らの体をたどって這い上がった時、私はこれからの人生を確信した。私の望みは、私の魂に本物の肉体を与え、本当の意味で心を背負える神殿を探すこと。冷たい棺桶から離れて、暗く寒く、ベタベタとした気持ちの悪い感覚を、もう二度と思い出せないようにしたいのだ。それが、人間の体にこだわっている理由だ。聡明なゼーレよ。ハイヘビー、あなたの境遇には登場しますし、その固い意志にも敬意を払います。でも、その考えには賛同できません。たとえ、人間の体や機械に心がなかったとしても、それは一つの命の形です。そういったものを価値のない存在だと認めるつもりはありません。ゼーレさん？どうやら君にも自身の物語があり、それゆえに私の信仰とは全く違うものを信じているようだ。しかし残念ながら、もう時間だ。本音を言うと、君の物語を聞いてやっても構わないが、今はそうしている場合ではない。まずい！偽物です！正解だ。ではまた。別の道から追いかけよう。急いで。どうだった？見つけられた？いいえ、また逃げられたみたいです。消えました。もしかして今と同じ手を使ったんじゃないですか？それって、あ、誰もいない倉庫にあったのは適当に置かれた箱と地面に転がったパーツだけだった。それがハイヘビなんじゃないでしょうか。さっきみたいに自分を細かく分解してすでに別の場所に行ったように見せかけたんです。つまりあの時彼は倉庫の中にいて、私たちが去るのを待ってから、さっきみたいに元の姿に戻って現場から離れた。あいつ、同じ技で二度も騙して、二度も私たちの前から逃げたってことですよね。うん。